低出生体重児といって 1500g 未満だと記録に残るようになってるんですよ、はい、第二次世界大戦が終わってから確率がどんどん下がっていくんですよね、はいはい、ところが1960年70年代をそこにして、うん、そこからまたぐーって増えてるんですよ。でその頃から花粉症が始まってフードアレルギーが増えて、はいはいはい、アトピーも始まって、いやでその時に何が起きたか知りたくなりますよね。知りたくなってると思います。その頃に日本の家庭から日本をかっこよく結び大学ナビゲーターの川島正樹です。本日はゲストといたしまして、一般社団法人鉄ミネラル代表講師の野中哲也先生にお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの野中先生、このチャンネルはですね、はい、日本をかっこよくということで、はい、まあ、日本人の個人の生き方もそうですし、この国全体としてよりかっこいい生き方、本来の良き日本人の在り方をこう取り戻して作っていこうというテーマなんですけども、やっぱり今のこの現代の日本人というのがすごくメンタル的にも体も弱くなってしまっているんじゃないかっていう問題意識はすごくありまして、今日はですね、そのようなこう問題意識をお持ちの方にはもうぜひとも最後までね見ていただきたいお話かなと思ってまして、はい、野中先生が研究されているのが鉄だと、はい、いうことなんですけども、実はこの鉄っていう存在がこの人間の体、そして精神を健康に保つためにも、そしてこの地球の大きな循環を巡らせるためにも、本当にものすごく重要な意味を実は持ってるんだと、はい、いうことを、あの最近出されたこちらの、はいはい、著書にも書かれておりますが、はい、まずですよね、今のこの日本人、まあ、日本人だけじゃないかもしれないですけども、はい、現代人に対して野中先生はどういうふうに捉えていらっしゃいますか？まず一番初めにお伝えしたいのは、はい、今の食の問題としてよく話題になるのが、はい、添加物とか、うん、そうですね、あと取らなくていいものを取りすぎてるとか、はいはい、あとメタボリックシンドロームとか、はい、メタボの問題とかでは過食というか、はい、食べ物を取りすぎてると、そうですね、なんかどちらかというと、はい、取りすぎてるっていうのが、うん、あの注目されることが多いんですけど、はいはい、実は取れてない栄養もあるよと、お栄養不足も注目してほしいよねっていうところがあるんですよ、うん、はいはい、そんなって思うかもしれないですけど、はい、基本的に鉄とタンパク質が取れてない方が多いんですよね。鉄とタンパク質が足りてないと、はい、それでも実感値として持ってらっしゃる方はすごく少ないんじゃないですか。なんかお肉もいっぱい食べてるしとか、はい、鉄なんか取ってるかどうかわからないしっていう、はい、そこはですね、実は私自身も今の仕事を始めた頃は、はい、体の中で鉄がどういう働きをしてるかとか、うん、今と比べると全く何も知らなかったに等しいんですよ。もともとあれですよね、京都大学で助教授を。助教ですけどね。医学とか、あの、農学とか全然関係ない工学部の。うん、工学部ですね。工学研究部の教員をしてたんですけど、はい、工学の仕事の中で、はい、鉄とタンニンっていうのを組み合わせると、はい、面白いことが起きるっていうのをたまたま見つけて。面白いことが。はい。はい、まあ、タンニンは、鉄を溶かす力が強いというか、はい、タンニンを上手に使ってあげると、うん、液体状の鉄を作れるっていうことが分かったんですよ。はいはい、あの硬い鉄が溶けちゃうと。はい、うん、で初めは環境再生とか、はい、農業で使おうとしていたんですけど、うん、その中でいや、その液体状の鉄って人は飲めないんですかってご質問いただいて、はあはあ、作ってた、あるいは使ってた本人としてはどんなものかよく分かってたんで、はいはい、まさかこれを飲みたいという人がいることがあってそうですよね、工業用に作っておられたんですか、農業とかね、ね、農業とか、うん、はい、実は違和感があったんですよ、はい、なんでやろうと、はいはい、で逆に質問させていただいたら、はい、いや鉄不足なんで、うん、それで鉄が取れたら嬉しいんですけど、はい、ってご質問いただいて、うんうん、でも逆にそれだったらサプリメントもあるし、はい、
あの本当に深刻な場合はお薬もあるじゃないですかとか、うんうんうん、それを使われたらどうですかってお聞きしたんですけど、はい、いやあのお薬の鉄は飲みにくい割に効果が出にくいんで、うん、代わりになるものがあったら嬉しいんですけど、はあはあ、っていうお話が多かったんですよ。それでも体のこととか、はい、健康のこととか健康補助食品っていろんなルールがたくさんあるんで、うんはい、それに触れないように仕事をしていくのはとても難しいから、はいはい、まあ、自分には無理だと、うんうん、絶対手を出さないでおこうって固く決意してたんですよ、はい、ところがご自身の体の状態といろんなこととかあって、はい、まあ、その方は性看護師の資格をお持ちで、うん、看護師さんとしてのお仕事もされてたんですけど、はい、体の問題があってずっと鉄不足貧血が続いてますと、うん、看護師さんだったんで通常の医療で試せる方法は全部試したと。なるほどね。全部うまくいかなかったよと、はい、あとは代替医療のこともすごく勉強されてて、うん、それも結局はうまくいかなかったと、はい、我々が作ってる液体状の鉄が、うん、はい、人間が鉄を補うために使えるんだったら、うん、ぜひ使ってみたいっていう強い、そういう声かけから始まった。でも女性の方多いですもんね、はい、その生理不順だったり、はいはい、あの貧血とかの方とかね、はい、その時に3人、女性2人と私の3人のチームで小さいところから始まったんですよ、はい、うん、初めは南部鉄瓶使ったらいいんじゃないとか。ああ、なるほど、ね、鉄瓶で、はいはい、でも最近はあの形が可愛いから、あ、でも、はい、中が錆びると使いにくいからって言って、うんうんうん、放浪引きのやつとか、あはは、錆止め処理したやつが多くて、はいはい、ちゃんと鉄が溶けそうなやつは、うん、1万円を超える価格帯の、はい、茶道の方がお使いになるようなプロ用のものしかなくって、うん、これはちょっと使いにくいな、とかいうことで悩んでたら、はあはあ、やっぱ困ってる方の瞬発力ってすごいんで、はい、あの南部鉄器の小物が見つかったよと。ああ、なるほどね。これだったら、マグカップにお茶入れて、はい、その中にチャポンって入れたら、ああ、お茶のタンニンと反応するんじゃないかっていう。はい。はい、そしたら鉄取れるよと。はい。で、試したら、はい、それまで何をやってもダメだった二枚爪が、2週間で治っちゃった。へ、うん、鉄不足すると爪が弱くなって、はい、先がこう割れてあったりとか、はいはい、あの、形が変形したりすることが結構あるんですよ。でもそれがね、もう2週間で治っちゃったから、うん、これすごいよ。だからこれはみんなが使える形にしたら助かる人すごく多いと思うから、はい、ぜひこう形にして、はい、できるだけ多くの方に伝えてほしいっていう要望があったんです、ね、うん、やるつもりなかったのに、はい、始まってしまったんですね。はい、でも、そうやって分かってからは、はい、まあ、ハムコチも嬉しがって、はい、いろんな方にいいよいいよって言って、はいはい、試していただいたら、うん、例えば冬になって水仕事をしてた指先パチン割れてた人が、はい、割れなくなったよとか、へ、いろんなことが起きたんですよね。そうですか。ちょっと根本的に教えていただきたいんですけども、はい、そもそもこの体の中で、はい、鉄ってどういう役割をしているものなんですか？皆さんがよくご存知なのは、はい、血液の中にも鉄があって、うん、はいはい、一番大事なのは血って赤いじゃないですか、はい、赤いやつっていうのは血液の中にヘモグロビンっていうタンパク質があって、うんうんうん、そのヘモグロビンは体の全部の細胞に酸素を運んでくれてるんですよ、はい、あ、はい、理科で習いました、はいはい、ただタンパク質だけだと酸素運べないんで、うん、その上に鉄でできたものが乗っかっていて、はいはい、その鉄が酸素を運んでくれてるんですよ。ああ、なるほど。鉄の大事な仕事の一つは、うん、血液の中にあって、はい、体の細胞に酸素を届けるために働いてるっていう仕事をしてます。はいはい、それは皆さんご存知で、そうですね。それ以外にね、体の中にはいろんな酵素っていうものがあって、はい、酵素の中で大事な働きをしている鉄がたくさんあるんですよ。ほう、酵素ね、はい、酵素って言うと女性の方 なんか燃えるってなんかね、いや酵素食とかなんか流行ってたりしますからね、はい、酵素って聞くだけでなんかいい、うん、なんかいい感じがするとか健康的みたいな、はいはい、でもところで酵素って何だったっけかとかそうですね、
酵素って分かってるような分かってないような、はい、なんか唾液のでんぷん分解するのも酵素の一つです、はい、で習いますけど、いっぱい酵素って種類があるわけですよ、ね、はい、たくさんありますね。でなんとなく食品として酵素を食べたらいいことがありそうとか、イメージがあるんですけど、うんうん、あります。はい、ありますか。あります。実は酵素って体の中で作ることができるんですよ。あ、生み出せると。基本は人間の体って必要な酵素は全て自分の力で生み出すことができるんですよね。へえ、取らなくても。はい。へえ。で、じゃあ酵素って何っていうと、うん、本体はタンパク質でできてるんですよ。はいはい。結構大きなタンパク質で、うん、写真とか画像で見ると、はい、なんか毛糸玉のようにタンパク質がもちもちもちゃっとなっているような、うんうんうん、巨大なタンパク質の塊なんですよね、はい、それをもし食べたとしたら何が起きるかというと、はい、タンパク質なのでお腹で消化分解されて、うん、アミノ酸として吸収されるんで、はい、基本普通に考えると酵素を食べる意味ってあんまりないよねと思うんですよ、うんうんうん、個人的には。はあ、はあ、じゃあどうしたらいいのっていうと、酵素ってで実は人間の体の中で作り出せる成分なんで、はい、うん、酵素の材料にタンパク質しっかり取ったら本体はできるよねと、はい、あとは酵素の中で重要な働きをしているのにミネラルがあって、うんうん、いろんなミネラルがあるんですけど、はい、ここだけは鉄じゃないと仕事できないよねっていうところがたくさんあって、お体の中には鉄の力を借りている酵素がたくさんあるんですよ。鉄がないと働かない。ああ、働かないというか。例えばそれはどんな。先ほどちらっとね、はい、冬になると指先パッチン割れてたのが、はい、割れなくなっちゃったっていう話は。なりますね。僕もなります。冬は。それがならなくなったっていうのはどういうことかっていうと、うん、ちょっと調べると、うん、体の中でコラーゲンを作るために、必要な栄養素って、はい、鉄とタンパク質とビタミン C っていうのが出てくるんですよ。はいはい。それはどういうことかというと、うん、コラーゲンっていうのはタンパク質でできた繊維が、はい、三つ編みになったような強いタンパク質の繊維で、うんうん、三つ編みにするのに酵素が働いてるんですよ。ああ、なるほど。で、その酵素の中に必要なミネラルが鉄で、はい、それを助けるのがビタミン C なんですよ、うんうん、ですからタンパク質と鉄とビタミン C をしっかり取ると、はい、体の中でコラーゲンを作る力がずっと強くなるんで、おだから指先パッチン割れてた人が割れなくなるとかる、はい、いうことが起きるんですよ。なるほど。なんか美容用品でコラーゲン配合とかよく聞きますけども、よくそういうねコラーゲン配合みたいなものをこう塗ったりつけたりするのと、はい、体の中で作れるっていうのは全然違うもんなんですか。外から入れようとしてもなかなか入らないのと、あ、入らない、うん、そんなことをあまりしなくても、うん、コラーゲンを作るために必要な栄養を取れば、はい、あとはもう全自動で、うん、全自動で肌とか爪とかできてしまうんですよ。どんどんこう新しく生み出せるようになっていく、はい、結果こう綺麗になっていくんですか、はい、肌とか、はい、その辺をどうやってそういう感覚をお伝えしたらいいかとか言って、はい、どうしようかなと思ってたんですけど、なるほど。先日ちょっと東京に行く機会があって、はい、東京地下鉄によく乗るじゃないですか、うんうん、で地下鉄によってはすごい深いところを走っていて、はい、地下鉄降りましたと、うん、改札どこって探したら、うん、地下3階で、はい、パッと見上げるとすっごい長い階段があって、ありますね、はい、この長い階段を登らないと改札にたどり着けないとか思って、うん、って思うんですけど、はい、そういう場合って何をします？エスカレーターを探します。エスカレーター探しますよね、はい、だからエスカレーター探すと、うん、エスカレーターの乗り口見つかるんで、はい、それに乗ってしまえば、うん、何もしなくて、うんうんうん、地上階までたどり着けるんですけど、はい、見つけることができない人は、うんうん、自力で階段を上るようなことをしなきゃいけなくなるんですよ。そうですね。そうしなきゃいけないと思ってるから、うんうん、だからあんな成分こんな成分を取って、はい、コラーゲンを増やそうとかしてるんですけど、うんうん、エレベーターの乗り口を見つけることができたら、はい、必要な栄養を取るだけで、うん、あとはもう全自動で勝手に連れてってくれるよみたいな。人間の体の中の働きって、うん、基本的にそのエスカレーターに乗ってるような感じで、はいはい、起きていくことなんですよね。ああ、なるほど。
はいはい、その必要な材料とかさえちゃんと取れてたら、はい、あとはもう自然とこう、はい、できていくのに、うん、その根本が足りてないのに今はこれが足りない今度はあれが足りないみたいなものをこうその場しのぎ的に取っても、はい、根本は良くなってないというか効果はあるかもしれないですけど、うん、エスカレーター乗ればいいのに、うん、なんか自力で階段を上がっていってるみたいなしんどいことしてると、はい、でも さっき最初におっしゃったその鉄とタンパクが足りてない人がもう圧倒的に多いっていうふうにおっしゃってましたけども、はい、それが実際こう実感値としてどういう問題を生み出してたりするんですか？最近ね今住んでる地域の女性の大学生と話す機会が多いんですけど、はいはい、皆さんね頭痛、生理痛、うんうん、腰痛とかの、うん、お悩みがあるんですよ。はあ、いや多いあのほとんどじゃないですかね。それってあまりどこにも書かれてないことが多いんですけど、はい、鉄不足が原因のことが多いんですよ。へ、生理と鉄のつながりっていうのは、はい、生理にトラブルがあると出血量が増えて、うん、貧血になることが多いですよとか、はいはい、いう情報はたくさんあるんですけど、うん、我々のチームはまあ鉄の取り方をお伝えしてるだけじゃなくて、うん、まあその講座をしている本人たちも、はい、全員しっかり鉄を取ってるんですけど、うんうんうん、そうするとね、はい、ちょっと男性の方はドキッとするかもしれないですけど、あの鉄を取った経血の状態変わりましたと、うん、生理の時出血があるんだけど、はい、出血が今までこうちょっとドロッとしてたのが、うん、サラサラのうちに変わりましたとか、はいはい、あとは今の女性の方生理の出血期間って結構長い方が多いんですけど、うんうん、健康な状態の女性だと3日か4日で出血って止まるんですよ、うん、あ、はい、でそうなっちゃいましたっていう人が続出したんですよ、うん、あ、そうですか。あとは生理痛も消えましたとか、うんうんうん、生理が来る予感が全くなくなって、はい、トイレに座った途端始まりましたとか、あ、でもなんか昔の方はもうそれこそコントロールできたみたいなね、はい、話も聞いたことありますね。でも今そういう今の女性の方が昔の文献を読むと、うん、嘘やろうとか思うぐらい、はいはいはい、自分の体感とは全然違う世界なんですよ、はいはいはい、でどうなってたのとか、うんうん、よく分かんないかったんだけど、はい、実際に鉄を取り始めたら、うん、本当に昔の文献に書いてるのと同じようなことが起きてるから、うん、はい、それはでもお悩みの方にとってはもう世界が変わりますよね、はい、本当に。でもそれだったら、はい、どこかに鉄を取れば生理のトラブルが軽くなりますって、はい、うん、書いてても良さそうじゃないですか。なんで書いてないんですか？まずそういう体験をしている方がかなり少ないと。あ、だから鉄の取り方によって、はい、うんうん、そういう効果が 出たり出なかったりとか、はい、あとはいろいろ栄養面でも気にされてるお医者さんの方とかとお話をしてみても、はい、都市伝説的には鉄を取ると生理のリズムが整うとかいうのは、うん、あの情報が流れてるんだけど、はい、情報源がよくわかんないと。あ、なるほど。でそういう時って今の人だったら、うん、生理と鉄とかね、はい、で調べるんですけど、ほとんどの場合は生理のリズムが乱れると、うん、鉄が不足しますと、うん、逆のことしか書いてないんですよね。確かに鉄が不足すると生理のリズムが乱れますとか、うん、鉄をしっかり取ると、はい、生理トラブルが軽くなりますとかいう情報は、はい、ほとんどないんですよ、うんうんうん、で、なんでかなとか言って、まあ、いろんな角度から調べると、はい、性ホルモンとかのバランスとかに関係してるかなとか思って、うん、性ホルモンの合成、はい、鉄とかのキーワードで検索しても何も情報見つからないんですよ、はい、あ、そうなんですか、うん、でご自身でそこから研究始められたんですか？研究じゃなくて、ちょっと検索の仕方を工夫したんですよ。ほう。1年ぐらいかかっちゃったんですけど、はい、いやでも性ホルモンの合成って実は調べていただくとすごい複雑なんですよね。はいはい。複雑から、複雑だから分かんないよねとか思ってたんですけど、うんうん、それでも、しつこく調べてたら、はい、ある時、ふんと思って、はい、人間の体の中で働いている酵素に、はい、ちょっと特別なお名前の酵素くんがいて、ほう、シトクロムって名前の酵素があるんですよ。シトクロム、うん、鉄を腸から吸収するときにも働いてるし、はい、いろんなところでね、肝臓の中で解毒
をしてるのもそのシトクロムというコースなんですけど、うん、ちょっとうんって思って性ホルモンシトクロムとかで検索すると、はいはい、論文とか見つかるんですよ。検索っていうのは、うん、具体的な単語と単語の組み合わせで検索するんで、はいはい、なぜかしらその性ホルモンの論文を書いてる人たちは、はい、鉄っていう言葉を使わずに、ああシトクロムが関係してますよとか、なるほど、はいはい、いうふうに書いてるんで、うん、鉄じゃなくてシトクロムって検索すると、はい、つながりが見えるんですけど、あそういうふうに調べないと、なるほど、実は見つからないんですよ。あそこからの実際のじゃあ要は食文化とかの中にも、はい、そのね鉄をこう取って、はい、そのシトクロムの酵素が働いてっていうようなのが、はい、昔は日本にもっと根付いてたってことなんですか。はい、昔の日本人は鉄不足にならないような食文化をもしかしたら気がつかずに使ってたんですよね。それがでもいつ頃からなくなっていったというふうにお考えですか。大体1960年から70年ぐらいで、はい、低出生体重児といって、あーはーはー、おぎゃって生まれた時の体重が 2500g 未満だと、うん、記録に残るようになってるんですよ。あでそれを見ていくと、はい、戦争が終わって第二次世界大戦が終わってから、うんうん、栄養状態が回復していくと、はい、その低出生体重児が生まれる確率がどんどん下がっていくんですよね。うん、はいはい、栄養状態良くなって。まあそうですよね。はいはい、ところが1960年、70年代をそこにして、うん、そこからまたぐーって増えてるんですよ。へー。現在に至るまでずっと増え続けていて。あ、今も？はい。へー、あ、そうなんですか、うんで。その頃から花粉症が始まって、フードアレルギーが増えて、はいはいはい、アトピーも始まって、いやめちゃくちゃ多いですよ、今。花粉症、フードアレルギー。発達障害もその頃から急激に増えてるんですよ。あ、そうなんですか。はい。で、その時に何が起きたか知りたくなりますよね。知りたくなってると思います。視聴者の皆さんもきっと知りたくなってると思います。はい、で、その頃に日本の家庭から鉄の調理器具が消えたんですよね。ああ、確かに。全部ステンレスとか、ホーローとか、なんなら鍋も使わないとか。アルミとか、ね。はい。でも、普通に考えると、はい。鉄の調理器具やんって感じで、うん、そんなに鉄取れないかなって思うかもしれないですけど、うん、我々やってることの視点から見ると、はい、例えばお野菜にはえぐみとかね、はい、苦み、えぐみ、渋みの成分、タンニンっていう成分なんですけど、はい、ほぼほぼどんなお野菜にも含まれてるんですよ、うん、でそれを鉄の調理器具で煮炊きすると、はい、うん、結構たくさんの吸収しやすい鉄が溶け出すんで、あ、さっきのお茶に単に 鉄入れたら溶ける原理と一緒ってことですね。一緒ですね。へー。だからそれってものすごく効果的なんですけど、はい、鉄の調理器具を使ってお野菜を煮炊きしてるだけで、はい、自然にそれができてたんですよ。うんうん、ああ、取れてたんだ。でも当たり前すぎてなんかわざわざそんな研究対象にすら上らなかったってことですよね。うん、未だにその鉄の調理器具の効果とかを研究した論文はあるんですけど、はい、いろんな食材と組み合わせてどれぐらい鉄が溶けたかとかやってるんですけど、はいはい、タンニンだけはこうやった例がないんですよ。へえ、あ、そうなんですか。まあ、10倍、100倍ぐらい溶けますね。普通の食材に比べると。あ、そうですか。はい。あとはもう一つは、タンニンとくっついた鉄は吸収されにくいっていうのが今の医学栄養学の常識なんですよ。あ、そうなんですか。はい。昔の鉄を取るための鉄剤っていうんですけど、はいはい。飲み合わせ情報とか注意書きとして、うん、お茶やコーヒーと一緒に飲まないでくださいと。一緒に飲むと、はい。せっかくのお薬が吸収されないようになるんで、うんうん、効果が出にくいですから、はい、やんないでくださいって書いてたんですよ。へえ、じゃあ鉄がタンニンで溶け出してもあんまり体にとっては意味ないってことになっちゃいませんか。が今までの常識だったんですけど、はい、今の医学栄養学の世界では、はい、じゃあ本当はどうなのって実験してみたら、うん、普段飲む量ぐらいの鉄では、はい、明らかな吸収阻害が起きないということが確認されたっていう理由で、うん、飲み合わせ情報から注意書きが消えてるんですよね、はい。あ、そうなんですね。だから今は少なくとも、はい、顕著な吸収阻害は起きない。うんうん、ただし、
飲みすぎると吸収の妨げになるから、うん、やっぱりおすすめはできませんってことになってるんですけど、はい、一つの論文では、うん、今ってペットボトル入りの緑茶がすごく普及してますよね。そうですね。そうやって、うん、緑茶をたくさん飲む文化がこう広がっていくと、はい、貧血になる女性が増えるんじゃないかって心配したお医者さんいたんですよ、研究者の方が。はいはいはい、でその研究者の方は、鉄のお薬をお水で飲んだ場合と、はい、ペットボトル入りの緑茶で飲んだ場合に、うん、これだけ鉄の吸収阻害が起きるから、うん、お茶の飲みすぎ注意しましょうと。ああ、なるほど。っていう形で、はい、それをまあ予測して実験されたわけですよね。はい、ところが実際の結果は、うん、お水で飲んだ人よりも、うん、お茶で鉄剤を飲んだ人の方が、うん、鉄の吸収率が高かったという。おー、逆の結果が出ちゃったと。はい、へえ。今はフェアなところでグレーゾーンですよと。はいはいはい。だから妨げになるという結果もあれば、うん、そうじゃないんじゃないという結果もあって、はい、どっちとも言えないんで、うん、そこはやり方は簡単なんで、はい、ご自身で試して確認していただいたらいいかなと思うんですよ。なるほど。この本の中にもね、書いてらっしゃいましたよね。はい、ひじき鉄なかったのか事件みたいな。はい。はい、これ、いつ頃の話、ちょっとお話しいただきたいんですか、ね、数年前なんですよね。あ、そうな最近ですか。乾燥ひじきの成分を調べたら、はい、実は鉄が含まれてない場合があって、はい、なんでかなって言って。大体ね、健康番組とかで、鉄分取りましょうって言ったら、はい、ほうれん草、ひじきとか、はい、なんか何グラム分みたいな、言われてましたもんね。はい、で、結局たどり着いたのは、はい、乾燥ひじきに含まれる鉄は、うん、ひじき由来じゃなくて、はい、調理器具由来だったってことが分かったんですね。すごいですね。鉄で調理してたからだと。はい。ただその乾燥ひじきには鉄少なかったとか、うん、鉄の調理器具で調理したひじきには鉄が多いよっていうのは、情報見つかるんですけど、はい、ちょっと欠けてる情報があって、はい、ひじきはもともとね、タンニンが多い食材だったんですよ。ああ、出ましたね、タンニン、はい。はい。タンニンっていうのはピンとこないかもしれないですけど、はい、味としては苦味とか渋味とか、うんうんうん、角の成分なんですよ、はい。ひじきは食べられそうなんだけど、うん、そのまま食べようとすると苦いし渋いし、はい、お腹痛くなるしとか、うんうんうん、食べられないよねと、はい、で、なんとか食べられるように工夫 したいって言って生まれてきたのが、うん、タンニンが多いんだったら、はい、大量のお湯でそのタンニンを煮出して抜いてしまえば食べられるんじゃないか、うんうんうん、生まれたのが乾燥ひじきのレシピだったみたいなんですけど、なるほど。ただ今我々がやってることをの視点から見ると、うん、タンニンが多い食材を鉄の調理器具で調理すると、うん、そのタンニンが鉄をたくさん溶かしてくれるから、はい、それがまたひじきに戻って、ことさら鉄が多い食材になりやすいっていう。だからその乾燥ひじきのレシピが生まれてきた理由がタンニンだったっていうのと、うん、あとはタンニンがあったからこそ、乾燥ひじきに鉄が多く含まれるようになったっていう、うん。っていう裏ストーリーがあったわけですね。あるはずなんですけど、なかなか表には出にくいんですけど。はいはい。そういう意味では、その日本のその伝統食とかの中で、はい、今伺っててね、お茶の文化なんかまさにね、はい、鉄とお茶の組み合わせですし、はい、いろいろなものがこう眠ってたってことですよね。気がつかずに使ってたんですよね。はいはいはい。ただその中から自然にもう鉄の調理器具が抜けていったんで、はい、痕跡というか幻だけが残ってるみたいな。なるほど。それが実は体重軽くして生まれてしまう子供だったり、はいはい、アレルギーアトピーだったりがすごいこうね、子供で増えてるっていうこととか、はい、とこうね、木を同じくして、はい、鉄が日本の台所から消えてしまったっていうことですよね。はい、でもその、もう一つね、その体の面でこの日本人が弱くなったということと、はい、直感力、はい、的なものと、この鉄の関わりっていうのも、野中先生おっしゃってるじゃないですか。この部分はどういうことなんでしょう。いろんな面があるんですけど、はい、メンタルな面でも、はい、鉄って重要な働きをしているところがあって、はい、
最近ちょっと話題になったのが、はい、幸せホルモンセロトニン 90% は腸で作られるから、はい、腸内環境大事っていう話が、はい、よく言いますね、はい、聞くようになりました。あの中で語られてない話がいくつかあって、はい、一つは脳は大事な臓器なんで、うんうんうん、脳に必要がないものが外から入れないように、はい、ゲートみたいなところがあるんですよ。あ、残念ながら、はい、セロトニンってそのゲート通れないんで。あ、そうなんですか。だから腸で作られたセロトニンは脳には入れないんですよ。へー、あ、そうなんですね。なんか脳で作られたセロトニンは幸せホルモンとして働くことはできませんっていうのがあって、うんうん、はい、腸からは いけないよと、はい、本来は脳の中で作られるんで、はい、心配することはないんですけど、うん、セロトニンを作る酵素も実は鉄を使って、はい、そのセロトニンの材料になるのが、はい、タンパク質が分解されたアミノ酸なんで、はいはい、タンパク質と鉄をしっかり取ってる人は、うん、その脳内神経伝達物質も必要な分が当たり前に、本当エスカレーター乗ってるみたいに、はいはいはい、ふんふんふんってできていくんですけど、うんうんうん、栄養不足の方はそれができなくなるんで、うん、栄養不足が原因でメンタルバランスが取りにくいとか。なるほどね。その辺はね、我々もなかなかこう鉄の働きとかを調べきれてないんですけど、はい、うん、中国医学、中医学、はいはいはい、中医学の中では結核という症状があって、はい、結核はあくまで結核なんですけど、うん、今の医学栄養学の言葉に置き換えると、はい、鉄不足が一番近いんですよ。うんうんうん、その結核の症状の中に、うつっぽくなるとか、はいはい、不定愁訴って言って、うん、原因がわかんないんだけど、ちょっとね、憂鬱になるとか、うんうんうん、メンタルな問題もたくさん書いてあるんですよ。はい、中医薬の中では、はい、栄養不足になると、うん、メンタルのトラブルが出やすいっていうのはわかってたみたいな。ああ、なるほどね。でもすごく今、私たちもね、大学受験の塾をしてますので、はい、若い10代後半の生徒さんたちかかること多いですけども、やっぱりなかなかこう無気力、やる気が出ない、外出る気がしない、朝起きる気がしないとか、あと多いのがね、こう自分の存在価値を自分で認められなかったり、すごく自尊心が低くなってしまってるみたいなこともすごく多くて、そして根本的にこう土台の安心感とか幸福感みたいなものがなんか不足してるような、まさにこうなんか、うん、エレベーターで登ってこないみたいな、はい、なんかそんな感じなのかなっていうのはすごいね、今お話伺ってて。そこは実際の環境とか、はい、本当にメンタルの問題もあると思うんですけど、もちろんね、はい、そういうのをまあ、防いでくれるとか、はいはい、バーンと外から入ってきた刺激を、うん、バーンと受けないように、はいはい、ちゃんと和らげてくれる仕組みっていうのが体の中にはあるんだけど、うん、はい、それが働きにくくなっている人がいたりとか、はいはい、あとはその睡眠のリズムを作ってるホルモンも、はい、鉄がないと作れないんで、うん、朝起きられないとか、寝つけないとか、はい、うんうん、あとやる気ホルモンも鉄がないとできないんで、はい、うん、あとはその中学生、高校生の方って急に身長が伸びるじゃないですか。はい、ああ、そうですね。その時になかなかピンとこないんですけど、はい、本当は骨を作るためにも、はい、大量の鉄とタンパク質が必要になるんですよ。ああ、カルシウムじゃないんですか。だからね、背が高くなりたいね、うん、中学生とか高校生のお子さんで、うん、牛乳ガブ飲みしてるから あれね、戦後の、まあ、そういう宣伝ですよね、はい、ただ、うん、本当にカルシウムだけでいいのっていうとそうでもなくって、うん、はい、骨の重さの 50%、はい、半分はコラーゲンでできてるんですよ。半分も、うん、へえ。骨ができる仕組みを調べると、はい、まずコラーゲンでできた強いね、はい、足場ができるんですよ。へー。しっかりした足場ができて、はいはい、そこにカルシウムが埋まっていて、あ、で強い骨ができるんですよ。へー。で先ほどはコラーゲンを作るために必要な栄養素は鉄とタンパク質、ビタミン C ですよってお伝えしたんですけど、うんうんうん、はい、急に身長が伸びるために、うん、伸びるのに骨を作るために、はい、大量の鉄とタンパク質を使っちゃうんですよ。
だからその成長期のお子さんは、その部分を、追加で、取ってもらわないと、なるほど。体全体として見ると、鉄タンパク質不足の症状が出やすいんですよ。その中に、メンタルのバランスが取れないっていう部分もあって、朝起きられないとか、やる気が出ないとか、いう、医学の世界では起立性調整障害と呼ばれてるんですけど、そういう症状が出やすくなるんですよ。なるほどね。基本的に、医療の世界では栄養のことってあんまり勉強しないらしいんですよ。だから栄養不足が原因で起きる症状というのは、お医者さんってなかなか想像できないっていうところがあるのと、その中でも特に骨を作るために鉄とタンパク質が必要だっていう情報が抜けてたりするんですよ。そうなんですね。だから成長期のお子さんは鉄タンパク質不足になりやすいとかいうのが、全くこう知られてないんで、本当は栄養不足が原因なんだから、しっかり栄養を補うと、朝ちゃんと起きて学校にも行けますよってなってるはずなんだけど、そこができてないよねっていう。なるほど。で今回の本も、実は自分では本を出すつもりはなかったんですよ。ああ、そうなんですね。鉄とタンパク質の取り方って、すごい難しいんで、それを文章だけでお伝えするのは、なかなか大変だなと。俺にはそんな文章を書けんぞと。なるほど。だからやんないぞと思ってたんですけど、今回4人の対談っていう形で。そうですね。これ、でも珍しくないですか ?4 人の対談ってなかなか、お二人の対談とかはね、ありますけど。女性お二人いるんですけど、その中のお一人の息子さんが、やっぱり中学生で朝起きられなくなって、学校嫌いじゃないんだけど、学校大好きで行きたいんだけど、朝起きられないから、学校行けなくなっちゃったと。ずっとお付き合いがあった方なんで、どうしたらいいとか、これ何が起きてんのどうしたらいいってお問い合わせがあったんで、それで鉄タンパク質不足が原因なんで、しっかりタンパク質と鉄を取るような食事にしてね。で特にこうやったらいいよとかいうのをお伝えしたら、幸いなことに半年ぐらいでね、普通に学校に行ける状態に戻ったんですけど、同じように困ってるお子さんとか、お母さんたくさんいるはずだから、できるだけ多くの方に、できるだけ早くお伝えしたいと、その一つの方法として本とかもあるんじゃないかっていうことで、実はその方が、出版社の社長さんと親しくされてたんで。ああ、ヒカルランドさんですよね、出版社。本出せることになったから、来てねっていう感じ。なるほど。それで急に始まって、なんかあれですね、野中先生のお話を伺ってると、全部こう自分から進んで進んで取りに行こうというよりも、なんか向こうから流れがやってきて、それにこう乗っかっていったみたいな。乗っかってというか、できないことはできないですけど、まあできないこともないんで、じゃあやろうかなとか。なるほどね。でも今お話をずっと伺ってて、もともとね、工学の分野をやってらっしゃったっていうことで、ある意味医療とか、その農業とか、専門外なわけじゃないですか。でもなんかだからこそ、そのすごくこう、全体性を捉える中で、今目の前でこう、リアルに悩んでらっしゃる方とか、起こっている問題と、その鉄っていうものが人間の体をこうね循環させる上でも天地自然がこう巡る中でもすごいこう重要な役割を担ってるっていうところにこうなんかピンときて、でそれをこう実際実践ベースに落としていかれたのかなというふうに思われたんですけども、よくねその人間の体っていうのはこの天地自然のこう地球が一つの生命体に見立てるとしたら、まるでその縮図みたいな風に動いてるんだっていう風な考え方もあると思うんですよね。そういう意味では、なんかこう、そもそもこう鉄っていうのがこの循環する中でどういうこう重要な役割を担っているのかっていうのは、どこからそのインスピレーションをこう野中先生ご自身が得られたのかなっていうのがすごく気になるところで。まあ、直感で分かったのが、一番初めにやった実験っていうのが、お茶の中に鉄釘をポンって放り込むっていう実験だったんですよ。そうしたら、鉄がわーって溶け出したんですよ。飲めるようなもので鉄溶けるんや、とか。
だってその辺にありますもんね、お茶なんて、はいはい、でそれ見た時に、はい、ああこれできっと地球が 鉄やミネラルを循環させるために生み出した仕組みに違いないって、うん、ああ直感でも瞬間的に分かったんですよ。へえ、すごいですね。そこがつながるんですね。で調べたら、はい、よくあの森は海の恋人とかいう標高、はあはあ、あのご存知の方も多いと思うんですけど、うん、それは森と川と海はつながってて、はい、海の生き物っていうのは、うん、森から流れてくる栄養分、はい、特にミネラルの力で生きてますよという世界観を分かりやすく伝えるために、はい、気仙沼の牡蠣漁師 の畠山茂敦先生という方が、はい、自分たちがやろうとしていることをできるだけ多くの人に知ってもらいたいということで、はい、生み出された標語なんですよね、うん、でその方は日々牡蠣養殖をしていく中で、はい、牡蠣の養殖っていうのは人間が餌をあげるんじゃなくて、うん、海にある栄養で牡蠣を育てるっていうやり方なんで、うんうん、海の健康状態が牡蠣の品質に直接影響を与えてしまうんですよ、はい、なるほど。その中で、うん、なんだか鉄橋の近くの牡蠣は大きく美味しくなるなとか、ぼんやり鉄と、はい、牡蠣のつながりってありそうって思って、はあはあ、いろいろ調べていくと、はい、海ってミネラルが豊富なんですけど、うん、ちょっと地球の歴史の都合で、はい、鉄が枯渇してしまったんですよ。へえ、海全体からですか、はい、へ海はもう鉄が枯渇している場所なんですよ。へえ、あ、そうなんだ、はい、でまあ、枯渇してもいいじゃんと思うかもしれないですけど、うん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 、例えば植物、はい、植物って光合成ってするじゃないですか、はい、光合成をして太陽の光のエネルギーを使って、うんうん、糖質とか脂質を作るような力があるんですけど、はい、そのためにも鉄がないとね光合成できないんですよ。あ、そうなんですか、はい、葉緑素だけじゃできないんですか。葉緑素を作るのにも鉄が必要なんですよ。でも構造がすごく似てるとよく言いますよね、うん、そこだけ注目されるんですけど、はい、実はあの葉緑素は光合成構造の単なる入り口だけなんですよ、はい、後ろにもっと大きな構造があって、あ、なるほど、そこの中に鉄が入ってないと、植物って1ミリも光合成できないんで。あ、そうなんですか、はい、じゃあその例えば畑とかでも鉄分がちゃんと補われてるってのはめちゃくちゃ重要ってことですか、はい、まず糖質脂質、はい、を作るためにも鉄は必ず必要で、はい、うん、あと三大栄養素ってタンパク質じゃないですか、はい、タンパク質の元はどこにあるでしょうって聞かれても、うん、元。元。あの、グラスフェッドビーフってご存知ですか？グラスフェッドビーフ。あの、牧草牛って言って。牧草だけ食べて、はい。はい。でも牛って、タンパク質の塊じゃないですか。確かに。お肉なんで。はいはいはい。あとは赤身の、お肉の赤身の成分ってあれ鉄分なんですよ。うんうんうん。牛って鉄とタンパク質の塊なんですけど。はいはい。草だけ食べてる牛が、なんで鉄、うん、とタンパク質の塊になれるか。そうですよね。別物に変換されてますもんね。って聞いてもね、はい、あの京都大学の農学部の学生さんでも答えられる学生さんはほとんどいなかったですね。直接出会った学生さんに質問したんですけど、はいはい、で、まあ、答えは、はい、お豆さん大豆とかはタンパク質が豊富じゃないですか、うん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 、植物性の素材の中で、はい、なぜかとか考えたことあります？それともないですね。聞いたこととか。なんでなんですか？根粒菌って言ったら。根粒菌。聞いたことあるっていう人は何人かいると思うんですけど、はい、マメ科の植物の根っこには、はい、根粒菌っていう微生物が共生って言って、はいはい、お豆さんから栄養素ももらって、うんうん、お返しとして、はい、タンパク質の元になるような栄養素をお返ししてくれるんですよ。あーはーはー。ですから、お豆さんの根っこに共生してる、うん、微生物が空気中の窒素ガスからタンパク質の大元を作って、はい、うん、それで牛が育つんですよね。なるほど。でそれって自然がタンパク質を生み出す基本的な仕組みなんですよ。うん、でそこの酵素にも鉄が必要なんで、うん、鉄がないと自然はタンパク質を生み出すことができないんですよ。すごいです。なんか全部をつないでいるところにあるんですね。
ですから海は鉄が枯渇した場所だったら、はい、海の生き物でどうやって生きてるのっていうと、うん、森の植物が作る何かの化学物質が、はい、土の中の鉄分を溶かして、うん、川の流れに乗せてあ海に届けることで、ではい、それで海の生き物が生きてるんですよね。うん、なるほど。なんか大自然の中の血液みたいですね、はい、まるで。で、それが分かった漁師さんは、はい、漁師さんとして海の生き物が元気で美味しくなるために自分たちは何ができるかって考えたら、うん、はい、森に木を植えることだよねって言って、かなり早いタイミングで森に木を植える活動を始められたんですよ。あ、素晴らしいですね。牡蠣作るために森に木を。でもそれはこうね、大きな循環の中で成り立ってるっていうことがね、はいはい、見えているからこその判断ってことですよね。ただ今の地球では、うん、はい、ほとんどの植物にと、植物とか生き物にとって、はい、鉄を取ることってすごく難しいんですよ。うんうんうん、今の地球環境だと鉄が循環す、鉄はすごく循環しにくい、一番循環しにくいミネラルの一つなんです。ああ、なるほど。でもそれだったら生物はね、うん、鉄を使わなくていい形に進化すればよかったんですけど、うんうん、やっぱり鉄じゃなきゃできない仕事ってたくさんあったんで、うん、今でもその鉄を使って生きてる生物たくさんあるんですよ。うん、はいはい。それも鉄がなきゃ話にならないよねっていうぐらいのレベルで、うん、命と鉄って、はい、つながっていて、はい、我々はよく No I and No Life って言うんですよ。No I and No Life 標語なんですね。お名前も哲也さんですもんね、はい、時々言うのは、はい、森の木を切る文明は必ず滅びると、うん、はい、地球全体の生き物にとっても、うん、我々にとっても、はい、鉄の循環ってものすごく大切で、はい、それをちゃんと理解して、うんうんうん、自然全体をケアできたりとか、はいはい、その一部として自分の体をケアできる、うんうんうん、知識と知恵、はい、と技術を持ってないと生きていけないんで、はいはい、それでも個人の自分の命をこうね輝かせるっていう意味もそうだし、地球全体を見てもそうだし、はい、っていうのが一本の筋がバチッとそのね、はい、鉄を中心につながるってことですよね。よく鉄で串刺しするって言うんですよ。ああ、はいはい。いや、自然の循環の分野でしょうとか、はいはい、農業の分野でしょうとか、うん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 、健康の分野でしょうとか、はいはい、で、いろんな分野でいろんな話があるんですけど、うん、鉄だからっていろいろ調べるんですよ。うん、健康の分野では分かりにくいことでも、うん、農業の分野だったら分かりやすいこともあるし、はいはい、農業の分野だったらよく知られることが、知ってることが、うん、実は海の生き物の研究の人たちの間では知られてないとか、あ、なるほど、そういうのがあって、うん、全体を見ながら、こう、ジグソーパズルのピースを組み合わせてるような感じなんですよ。はいはいはい。ところどころで、あ、ここ大事なピース欠けてるやんというのを気がついたりすると、うんうん、さっきみたいに性ホルモンを作るのと、はい、鉄ってつながってるみたいなんだけど、うんうん、なんかつながりが見えてこないので、はいはい、そこは実は違う名前で表現されてる、うん、はい、鉄を使う酵素が働いてるんだけど、たまたま鉄っていう言葉を使ってないから見つかりにくいとかいうのが、はい、まあ、いろんなとこでずっと見つかってくるんで、なるほど、はい、結局そのジグソーパズルのパズルをずっと組み立てながら、はい、あ、ここってで、まだピースないよねとか、はいはい、ここにはまるピースって何だろうとか調べたりして、はい、うん、できるだけこう全体をつなげていくっていうような活動をしてます。なるほど。それがこの今ね、やってらっしゃる一般社団法人鉄ミネラルの活動だと。はい、もう、そういう意味ではもう関わらない分野がないぐらいね、はい、広い研究なんだなっていうのをすごく今日は勉強させていただきましたけれども、はい、なんかやっぱりお話を伺っていてね、今の現代すごくもう便利な世の中になってるけども、なんかこう命が弱いというか、でもそれをこうね支えてくれてるのが実はこう鉄の存在だったっていうのがすごくいろんな面で腑に落ちました、うん、でまた実際じゃあどう鉄を取っていけばいいのとかいう話は、自分のこうね体とか体調と対話をしながら、はい、やっていく必要があるので、詳しくはねこちらのはい、書籍ですね。ヒカログランドさんから出版されております。鉄の力で吹き飛ばす
病、絶不調、改善マニュアルというですね、こちらの本、ぜひ手に取っていただけたらと思いますし、まあ、できる範囲ではそのね、鉄の調理器具を取り入れるとか、はい、鉄瓶をちょっと使ってみるとか、というだけでもすごく日常での改善できますので、うん、まあ、そのあたりのことは、はい、実践をしていただいて。本の組み立てとして、はい、後ろの方に実践論っていう部分があるんですよ。ありますね。本読むのは苦手だとか慣れてないという方は、はい、とりあえず実践論のとこだけ読んでいただくと、具体的なやり方っていうのが書いてあるんで、うんうんうん、まあ、それを読んで再現できる方は、始めることは始められると思うんですよね。そうですね。もう本当10ページほどの内容で、実践論、鉄、緑茶の作り方っていうのが書かれております。はい、体の中に鉄が入った時の反応というのは、うん、はい、体の状態によってはこう、取れない人もいるんですよ。ああ、はい。そうすると普通は、私には鉄必要ないからってやめちゃう人がいるんですけど、はい、残念ながら鉄が不足して本当に鉄が必要な人ほど鉄が取れないとか、タンパク質も本当にタンパク質が不足して人ほどタンパク質取れなくなっちゃう。そうですよね。必要としてるのにそれを吸収できる土台がまずできてないってなっちゃう、はい、わけなんですよね。で、どうやったらいいのって、いや、鉄とタンパク質取ったらいいんだけど、それ取れないよね。っていう時に、実は世界中の食文化の中に、はい、そういう状態から体を立て直すための、うんうんうん、ちゃんと方法がね、はい、残ってたんで、なるほど、そこを使わせていただいて、はい、単に鉄を取ればいいだけじゃなくて、うんうん、鉄やタンパク質が取れない人は、はい、どういう順番で栄養を取っていったらいいのとかいうことが、はい、ちょっと詳しすぎるぐらい書いてて、そうですね、詳しすぎるから、はい、わかりませんっていう方も結構いらっしゃるんで、はい、そういう方はそういう指導ができる、はい、アドバイザーっていうね、資格を持った人の、はい、こちらの巻末のところに、はい、鉄ミネラルアドバイザー一覧ということでね、北海道から、南は九州まで、いろいろこういった実践を助けてくれるアドバイザーの方のご連絡先も載ってますので、まあ、そういったことを踏まえてですね、皆さんの日常にも取り入れていただけたら良いのかなと思います。はい。はい、ということで今日はもう人間の体のことから地球の循環の話まで非常に壮大なスケールでお話をいただきました。野中先生どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。日本をかっこよく結び大学でした。